超芸妨は中国の映画監督。中国映画界の第五世代の監督として知られ、現代中国を代表する世界的な監督の一人。また、撮影監督、俳優の経験もある。なの日本語表記、芸に関する問題は、新時代の既存の字との衝突を参照。1950年4月2日、先生小西安で生まれる。 1966年から起こった文化大革命では、解放され、農民として3年間、工場労働者として7年間を働いた。その後、年齢制限に定職していたものの北京、電影学院撮影学科に入学を許可される。1982年に北京電影学院を卒業。西安映画製作所に配属され、チェン監督の黄色い大地と大越平で、 撮影監督を務める。1986年には、ウー・ティエンミン監督のフルイドに主演し、第2回東京国際映画祭で男優賞を受賞した。1987年、赤いコーリャンで映画監督としてデビュー。翌1988年の第38回ベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞した。今、リーのデビュー作にもなった。 この映画は中国国内でも賛否両論が巻き起こった。1990年の菊豆は第63回アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた。1991年のくれない夢は第48回ベネツィア国際映画祭で銀次賞を受賞。1992年の周期区の物語は第49回ベネツィア国際映画祭で 禁止賞を受賞し、コン・リーにも女優賞をもたらした。文化大革命を題材とした1994年の生きるは第47回関の国際映画祭で審査ン,ングランプリを受賞したが、政治的理由により、本国では上映が禁止された。1995年には、上海ルージュを監督するが、コン・リーと破局し、 コンビ作はそれを最後に一時と題た。1997年にはキープクールを監督。1999年のあの子を探してで自身二度目となるベネツィア国際映画最近獅子賞をチャンツーの映画デビュー作となった同年の初恋の来た道は翌2000年の第50回ベルリン国際映画祭で審査員グランプリを受賞した。なお、 同映画祭の審査委員長はコンリーが務めた。2000年、ジャコモプッチーニのオペラ、トゥーランドットの演出を担当。同作は、フィレンツェ歌劇場のプロダクションにより、北京の資金場で野外上演を行われた。同年、私服の時を監督。2002年、第13回福岡アジア文化賞大賞を受賞。同年、自身初の武術映画となったヒーローを発表。 翌2003年の第53回ベルリン国際映画祭でアルフレッド・バウアー賞を受賞。2004年、再び武術映画であるラバーズを監督した。同年、ギリシャでの2004年アテネオリンピックの閉会式で行われた2008年北京オリンピックへの引き継ぎ式の総監督を務めた。2005年、短期、千里を走る。を、高倉健を主演に迎えて制作。 文化大革命後に中国で初めて公開された外国映画である日本の佐藤淳いよいよ監督作品君をふんどの川を渡れで中国人から高い人気を得ていた高倉を敬愛する長が熱心にオファーした結果高倉の出演が実現した2006年10年ぶりにコンリーを主演に迎えて大作時代劇王妃の紋章を監督2008年 チーフディレクターとして、北京オリンピックの開会式を呼び、閉会式の演出を行った。スティーブン・スピルバーグが芸術顧問を辞任するなど、国際的に物議を醸した北京五輪で演出を担当したことは、中国のレニリー・フェンシュタールとの批判も一部で起きた。2009年には、公演兄弟のブラッドシンプルを時代劇風にリメイクした女と銃と荒野のメニアを、 2010年には再び文化大革命を題材とした三挿しの木の下でを監督した。2011年中国映画史上最高額となる6億元の制作費を投じて南京事件を描いた金量13冠座しを発表。同年の中国年間第一位となる約71億円の工業収入を記録し中国社会に大きな影響を与えた。同作は 第69回ゴールデングローブ賞の外国語映画賞にノミネートされ、第84回アカデミー賞外国語映画賞の中国代表作品にも選出され、受賞の可能性も取り沙汰されるも、主演のクリスチャン・ベールが軟禁状態にある人工誠を訪問しようとして、中国当局とトラブルを起こしたことで立ち消えとなった。アメリカの批評家からは酷評されたが、これに対して、 ある作品に対して様々な評価があるのは当然とした上で西洋人は南京大虐殺に対する理解が低すぎると語った。2013年、長が一人っ子政策に反して7人の子を設けていたとして当局が調査に乗り出し、長の事務所は妻との間に3人の子供がいることを認め当局の調査に協力することを表明。2014年、 チャンス賞無着しの計画性育局により、社会扶養費として748万7854円の支払いを命じられた。同年、文化大革命を題材とする3度目の映画、妻への家事を監督。2016年、広州で行われた第11回、G20 サミットの演出を監督した。同年、ハリウッドスターのマット・デーモンを主演に迎え、 万里の頂上を舞台とした、米中合作のファンタジー刺激アクション映画、グレートウォールを監督。2018年、韓国の2018年ピョンチャンオリンピックの閉会式で行われた2022年北京オリンピックへの引き継ぎ式の総合演出を担当した。同年、架空の戦国時代を舞台にした影武者が主人公の大作時代劇、シャドウ、影武者を監督。 赤い光ン、暮れない夢、上海ルージュは、紅い三部作として知られ、赤をはじめとする特定の色を強調する、色彩構成を用いた。その一方で、周期区の物語や、生きるではリアリズムに基づいた物語を展開した。あの子を探して、初恋の来た道、私服の時は、幸せ三部作と位置づけられている。また、ハイジャック、台湾海峡緊急指令や、 キープクールのようなジャンル映画も手掛けている。2000年代以降はヒーローやラバーズといったワイヤーアクションや特殊効果を多用した武教映画も制作している。初期の作品では恋人でもあったコンディを徴用したほか初恋の来た道でチャンチーを排出した。一方、あの子を探してでの演技が絶賛されたウェミンジには田舎に帰るように促したという。 ありがとうございます。